言葉詰めが好きな人にぜひ配信者系を読んでもらいたいから、今日はこっそり配信者系の物語を3作品紹介していくよ。まずは溺愛スリーピングボイスっていう年下配信者デビューの年上 D マンを受けっていう物語よ、はい、コメディありつつのあんまあまのトロトロだよ。次は美月くんちょっと待ってっていう関西弁実況者大暴走の物語よ、はい、最初から最後まで大暴走してニュッポニュッポだよ。最後はドエスな田舎男子くんっていう言葉詰めどころかドキチクな攻めが楽しめる物語よ。はい、おもちゃで遊んでる姿を動画で撮ったりしてるんだけど、その背徳感が本当に特撮。